はいどうもこんにちは、ティーズガーデンの川中です。 LED ライトはいろんなものが市販されています。最近は特にアクアでは蛍光灯に代わって LED が主流になっていると言っても過言ではないでしょう。で、今回このジェントスというメーカーの育つライトを手に入れました。ジェントスというとアクアリストにはあまり馴染みのないメーカー名かもしれませんが、プロ用も含めた LED ライトの大手のメーカーです。もうお店に行けばありとあらゆる種類の LED ライトが発売されている中、このメーカーが参入してきたということで、名前の通り植物がきちんと育つための工夫がいくつも凝らされていると。お店で見かけた時にあれこれどこのメーカーかなーと思う人がいるかもしれませんが、先ほど言ったように、僕もこれから試していく段階なんですけども、物は間違いないと思います。で、組み立て開封も後でやってみるんですが、もう一つですね、LED の今分かっている特性についてもまとめてみましたので、そちらも合わせてご覧ください。まず蛍光灯の場合は細かいデメリットは置いておいて、電球が面光源なので光が全方向にほぼ均等に出ます。なのでいろんな場所から見ても同じような量の光が届くと、ほぼ均等に光が届くという感じですね。なので場所によって明るさが変わるということが少ないです。一方 LED の方は光が直進します。真下の方、進行方向の光はとても強いのに、ちょっとでもそれを外れると周りに行くに従って光が急激に弱くなっていきます。電球の真下は光が強すぎるということもあります。で、少し離れると暗い、植物にとって光が暗いのも問題ですけども、強すぎるというのも問題になります。なので LED の中心周辺の植物がうまく育たない、動物にとっては明るすぎるということがあるんですね。ところが人間の目は騙されやすいので、中心の明るい部分だけを見て、あ、このライトすごく明るくていいわというふうに勘違いとまではいかないですけども思ってしまいます。植物の種類にもよりますが、ちょうどいい光が当たっているのはランプの中心や周辺ではなくて中心から少し離れたところだけということがあったりします。この光の強弱を分散させるためのフィルター、すりガラスみたいなもんですね。これの性能が水槽全体に均等に光を届けるために重要になってきます。そこが実現していると有効な光が水槽全体に届いて、電気代が安い、熱が発生しないなどの LED のメリットを最大限に活かすことができます。これが良い LED だと私は考えています。パッケージの大きさはこれぐらいですね。それでは開封していきます。保証書と説明書、それからこれは後で説明するスペーサーで、ライトの土台、しっかりした素材ですね。裏はクッションで保護されています。消費電力 3.2W で、 AC アダプターはこの形状です。そしてライトの本体、ライトのフィルターはこの参考タイプのものとこのクリアタイプのものが2つ同梱されています。これはクリアタイプで、ライトの強さは弱、中、強と3段階で変えられます。ライトの光源は絶対に肉眼で直視しないようにしてください。これは参考タイプのフィルターです。同じく弱、中、強ですね。クリアタイプのものよりも柔らかい光になります。ライトの土台よりも水槽が大きいときは、水槽にこの4つのシリコンスペーサーを敷くことで解決できます。かゆいところに手が届く感じですね。ライトの高さは30センチまで、このように変えることができます。ライトのポールは回転させることが可能です。ということで、マックスまで伸ばすとこんな感じです。照射角度は変えられませんが、十分な光量です。うちの玄関の水槽につけました。水槽は15センチ、15センチ、20センチのガラス水槽で、フィルターはサテライトの S にテトラのマイクロフィルターだったかな、それを直結して外掛け式にしてあります。光の色なんですけど、うまく映ってるかな、
ちょうど白色のライトと白熱電球の光を足して2で割ったような感じの色です。本当に白すぎず、それから赤すぎず、これは人間の目で感じている言い方なので正確なのかどうかは分かりませんけども、少なくとも一般的な LED の真っ白な色とは違います。スイッチはメカニカルスイッチなのでタイマーがつけられます。これはクリアフィルターで、でこちらが参考フィルター。やはり光の当たり方が全体的に柔らかくなっています。まだ伝えられていないことがありそうなので動画をパート2以降に続けていきます。熱帯魚の雑誌でも今後 LED のことが取り上げられていくと思いますので、またそれと絡めてですね、新しいことが分かったら僕の方からも動画で皆さんにお伝えしたいと思っております。ということでセッティングは終わったんですけども、水槽にまだ何も入っておりません。こういう水草で試したら面白いんじゃないのとか、こういう生態入れたらどうなのっていうアイデアがありましたら、コメント欄の方に書いていただけると助かります。ということで今回もご視聴ありがとうございました。引き続き次回の動画もお楽しみに。それでは。